議論がまだまだ深まるべきだと思います、はい、まあ、シビリアンコントロールですとかね、うん、コンプライアンスということありますから、うん、ただそれを言うとですね、そもそもだから出さないと判断したのは政治サイドなので、はい、そこに責任があるわけですよね、はい、そうですよね、それはもうそこで何でも隠蔽するって今回もね、全て強調してるじゃないですか、うん、そうなんですよ、ね、おかしいことを全部隠して隠してっていうね、うん、もうこれはこの隠蔽体質は本当にいきませんね、はい、はい、ありがとうございました、戦うことは悪ですかということですね、隠すことは悪ですよもちろん、はい、はい、というわけで、はい、さあ次はですね、あちら側の主張からというコーナーなんですね。あちら？あちら側なんですね、うん、前日になっても中止を叫ぶ人がいたんですね、はい、はい。国葬今からでも中止を、憲法違反、民主主義壊す、小池書記局長が会見。日本共産党の小池書記局長は26日国会内で記者会見し、安倍晋三元首相の国葬の強行について問われ、私たちは国葬は憲法違反だと指摘してきた、今からでも中止を決断すべきだと述べました、はい、ここで強行っていう言葉を使ってるのは、これは赤旗だからなんですね、はい、うん、というわけで、まあ、これ以上言うことはないんですけどこれだから結局今回もデモしてる人たちがね、なんかしもこう特殊な、ね、なんかヘルメットかぶったりとかこう、うん、サングラスしたりとか、なんかもうそういう感じでしたけどね、旗掲げてね、まあまあ同じような感じですよね、うん、岸田さんで言いますとですね、内閣法制局で問題がないっていう見解が出てるんですね、はいはいはい、で内閣法制局っていうのは法律とかそういう行政の判断というのが憲法違反にならないかというのを判断する役所であって、そこでもう憲法違反じゃないという判断が出ているので、はい、まあ、小池さんが言ってることはトンチンカンだなという、そういうことですね。何度もね、国会でね答弁してるじゃないですか、うん、内閣府設置法の4条の33号で、うん、明確に書いてあるのに毎回毎回こういうことを、ね、やってるので、ね、もういつまで続けるんですかねこの人たちは。これ印象操作ですよ ね、そうですね、知らない国民にね、そうですね、そうです、はいはい、だから日弁連も反対声明は出してないと、だから適法だからですね、うん、はい、法律的な根拠はあるからです、ね、あの日弁連です、はい、あの国葬って書き方もおかしいですよ、国葬儀ですよ、国葬はできない、国葬ではないから、国葬はやらないしやってないんですよ。で葬儀はもう終わったわけで、僕たちがこの間昨日やったのはお別れ会である国葬儀っていうことを何度も何度も政府は答弁してるのに、彼らはもう全くそれを受け入れない、もう日本語わかんないんでしょうかね、聞く耳がないですよね。まあそうでもね、まあ、すごく似てるのが韓国とかの反日団体がこちらがどんなにちゃんと説明しても事実関係説明しても、いや20万人の少女が誘拐されて性奴隷にされたと繰り返すに似てますね、永遠に言ってるって、永遠に言ってるというね。さあここからですね、恒例の文化人アンケート発表で来ましたね、来ましたよ、大丈夫ですか、久しぶりで、はい、ちょっと久しぶりなんでね、はい、うまくいくかな、これは手強いでしょ手強いですよ、はい、はい、じゃあいきます、安倍氏国葬都内各所で反対デモ、国会前では数千人規模に、反対デモが起きた理由はの問いに5226票の回答がありまして、まず国論が割れた原因として説明不足だったからが 5%、 続いて野党の反対派議員が扇動したせいが 8%、 そして山上の背後にいる外国勢力が 14%、 そして一番多かったのが新聞ワイドショーニュース番組の影響 73% という結果になりました、うん、はい、どう思われますか。やっぱりこれが一番大きいと思います、うんうんうん、特にワイドショーは、うん、思いっきり影響してると思いますね、うん、毎日毎日 ね、問題だ問題だって言ってます、うん、さっき言われた話でそのあれですね、法律違反とか憲法違反っていう話を、はい、野党だけじゃなくて実はワイドショーも今日もしてましたよ、うん、先ほども、うん、だから事実と違うことを刷り込みのようにずっと言い続けたら、はいはい、国民もなんかおかしいなっていう気分になってしまうんですよね、うんうん、全くその通り、うん、まあ、日本人ほど、日本人ってまだ未だにそのメディアに主流メディアに影響されやすい国民、うん、ナンバーワンなんですね。言霊ですよ、言葉にもう霊、うん、もう魂が入っちゃってですね、はいはいはい、あと今日そう朝ワイドショーをちらっと見てて違和感を覚えたのが、その我々が感動した
菅さんのスピーチに対しても、うん、国葬という場であのようなこの情緒的な話をするのには違和感を覚えましたというコメントをしている人がいたんですね。誰ですか、みたいな。どなたが言われたんですか。あの名前忘れちゃいました。あの、まあ、曲はどこですか、テレ朝6だったような気がする。あ、うん、ちょっとなんか回しながら見てたんでちょっとどこだったか自信はないんですけども、うんうん、8ではなかったですね、うんうん、だって国葬の中儀のね、国葬儀を中継しながら、うん、まだ評論家が出てきて、うん、いや吉田首相の時はこうで、それ以来法的根拠が希薄でこうで、うん、出すからこういった賛否両論あって、まだそんな話してんですもん。なんかどっかが菅さんが喋ってるところを切り替えたって、うん、で切り替えて、一番いいところなのに切り替えて、スタジオにいるコメンテーターに話を聞いてっていうことで、かなりあのネットで荒れたらしいです、うん、やっぱ地上波マジで絶対おかしいですね、うん、絶対そのディレクターレベルが相当おかしいですよ、うん、放送法っていうのがありまして、うん、4条で意見が違う問題に関しては幅広い、はい、あの、うん、ものを伝えなきゃいけないっていうのが決まってるんですよね、うんうん、だから今メディア特にワイドショーがやってるのはこれにかなり抵触する可能性高いんじゃないかなと思いますよね、うん、正直言って本当に。あとそれをね、国会議員側がね、うん、言おうとするとね、あの自由、報道の自由への、ね、圧力だっていう。でまたね、ワイドショーは報道じゃないと、うん、報道バラエティー、なるほど、なるほど、ワイドショーっていうのはニュース番組じゃないんだと。つまりニュースを淡々と読んでる7時のニュースではなくて、コメンテーターの人にもいろいろ、時には芸人さんにも来てもらってるから、あれは報道じゃないんだっていうところで、まあヘリクスですけどね、はっきり言って。これでね、今ね、矢野編集長があのご指摘になられたその4条をね、かいくぐるか、あるいは政治家の報道への圧力だってね、ちょっとその話をしただけで、あんだけ当時高市早苗総務大臣がね、もうフルボッコされるんでね、うんうんうん、あのテレ朝のニュースに私出たことあるんですけど、あのスタンダードミサイルとか、あの弾道弾のこの防空体制を説明するときに、最後に向こう側の論説委員が反対に言うわけですよ。僕はまあ右だとしたら、うん、その時にディレクターが言ったのは、バランスを取って放送しますから、山下さん最後にあのキャスターの横の評論家が、あの山下さんと違うことを言いますけど、それは我慢してくださいって言われますよね。バランスを取りますからって言われてですね。だからそれはあるんでしょうね、確かに。まあ、ワイドショーがやってることがちょっと分からないですけど、ニュース番組だったんで。そういういろんな議論があると思うんですが、うん、まあ、そういったことすべて横に置いてですね、ただ単にもし海外の視聴者が見たらみっともないってことなんですよ。うん、やっぱり国葬儀で、まあ、葬式ではないと言っても、その死者をに対して、あの個人に対して哀悼の意を示すセレモニーですからね、うん、これは。でもいいです。ですから頼んでもないのに、あのオーストラリアの各地でですね、自治体が半旗を、あの半旗をしているわけです、掲揚しているわけです。頼んでもないけども、あの安倍さんが亡くなったんだから今日はその国葬儀の日なんだと、うん、ナショナルセレモニーの日なんだと、だから半旗にしますと自主的にやってくれているわけです。ありがとうございます、はい、それに対して日本国内で日本人が当日になってもぐっちゃ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 ね、わけのわかんないこと繰り返し繰り返し、いつまでもいつまでも言ってる。これはその法的な問題の憲法法律、その他政治の圧力、そういうこと全部横に置いといて、ただ単に恥ずかしいことなんですよ、みっともないことなんですよ、それがわかんない。いや今回だって海外の方々はね、お願いしてるんじゃないですよ、こういう国葬儀をやりますという通知を出して、であちらから出席したい人はっていう書き方してないですよ、はい、方はあの国は来てくださいということなんで、うん、まあ、僕ら前職とか国会議員にはあの出欠票が来ましたけども、海外の出欠票は行ってないわけですよ、うん、そうですね、あくまでも自主的にね、はい、世界が弔意を示してくれたっていう、それが昨日だったわけですね。そうですよね、ぐちゃぐちゃ言う必要はないですよね、はい、一番みっともないのが日本人だったというね、はい、さあ次行ってみましょう。はい、次はすごい質問ですよ、はい、暗殺された安倍元首相の国葬に反対した人間以下は誰？人間以下これもう最初から人間以下だね、これスタッフ突き抜けたね
これしか一般公開ライブですよ。バラエティーです。ああ、ここは。報道バラエティーね。放送でしょ。ニュース番組じゃない。だから放送じゃないし、配信だから。そう。電波使ってないし。そう。はい。そして2万票のお答えをいただきまして、まず。すごいね、2万票。原口和弘さんが 3%。はい。次が C 和夫、小池晃 10%。うん。そして落合恵子、鳥越俊太郎が 15%。そして蓮舫辻元清美 72% ぶっちぎりの1位でした。こんなに人気があるんですね。すごいね。スターですよ。根強いですね。本当スター。俺なんか避けちゃった、ね、すごいダントツですよ。人間イカっていうのすごいですよね。これなんで妖怪人間ってことなんですか。でも詳しくは人間以下ってやったら人間も入りますからね。あ、そっか。人間未満って。ああ、未満って言わないとね。あ、じゃあ、そっか、皆さんちょっと気をつけるように。はい。人間未満。あ、だから人間じゃないとは言ってないと。あ、そういうことですよね。国会答弁じゃないんですからね。さすが山下先生、鋭いですね。はい、ディフェンスがすごい。はい、さすが自衛隊。というわけで次はですね。はい、はい、どうぞ。はい、次もなかなかですが、安倍元首相暗殺の衝撃の事件を統一教会問題にすり替えた主犯は、はい、1. 朝日新聞のアンチ安倍とミヤネ屋など地上波ワイドショー、 2. 事件直後に犯人と統一教会関連をリークした奈良県警、 3. 安倍派潰しを狙った岸田首相、 4. 山上の背後にいる外国勢力という選択肢がありまして、まず安倍派潰しを狙った岸田首相 11% と一番低かったです。続いて、はい、事件直後に犯人と統一教会関連をリークした奈良県警が 14%、はい、そして山上の背後にいる外国勢力が 23%、うん、一番多かったのが朝日新聞のアンチ安倍とミヤネ屋など地上波ワイドショーという答えでした。 53% でした。はい、まあ門田隆昌さんと話していたらですね、この件を、まあ、そのメディアをそのここまでコントロールするというのはなかなかの力だということを言ったらですね、いや日本のメディアは支持されなくてもこういうことばっかりするからというふうにおっしゃってましたけど、自発的にこういうことをやると、まあそれにしてもとんでもない統制だしたけども、うん、私でもこっちへ走る要素ってのは常にあるんですね、彼らはね。そういう習性ですね。過去にもあったじゃん。過去にも、まあ、今旧統一教会ですけど、はい、まあ、その関連団体っていうのはまあ勝共連合だったり、うん、反共産運動の、まあ、方針を掲げてると、はい、でしばらく前は日本会議だったんですよ。あ、日本会議の研究、はい、あの菅野、はい、僕もあの本にあの6ページぐらい書かれましたけどね。日本会議こそがその安倍政権官邸を牛耳ってとか、すごい課題評価、すごい課題評価ありがとうみたいな、もうそんなに影響力ないよみたいな。でその前は、成長の家です、ね、こういうあの一連の、まあ、これ共通項は全部、あの反共産運動っていうところなんで、そういうあの延長線上ですよね。だから一つ一つの団体としては、まあ、宗教団体だったり政治団体だったりあのするわけですけど、いや政治にもっとね影響力をね持ってる団体はね他にも腐るほどありますよ。いやもう100倍ぐらい信者がいるね。じゃあなんで安倍晋三関係団体あるいは自民党保守系関係団体ばっかりはね、刺されるかって言ったら、これはもうね共産主義と反共産主義のもうバーサスの戦いの代理戦争を 見させられているという、そういうことです、ね。まあ、その通りですよね。だここで、今回は統一教会が逆利用されているということですよ。それをこれまではね、あえて触れもしなかった、またずっと利用もしてきたわけですから、しかしここへ来て今度逆利用して自民党の保守派も合わせて潰すということをやってるわけですよね。このあの 53% の冒頭の朝日新聞、最近いいですからね、朝日新聞あの最近良くなってましたから、それは先生の記事に載せるさっきね、いやー急に朝日に拾いました。いや本当にスマメンの意味で立派な記者もおられますから、全部を断言する必要はないと思いますよね。まあ先生の記事だけ読みますけどね、はい。一つ言いますと、はい、あの統一教会がいわゆる献金とかですね、するときに使った
まあ、一つの理由って報じられていることに慰安婦問題があるんですよね。慰安婦問題で日本は韓国にもうひどいことをしたと、だから献金しなさいとかですね、霊感壺を買いなさいとか言ってたと、まあ、僕知りませんよ、そういうふうに報道されてるんですけど、じゃあ慰安婦問題の第5報をずっと黙ってたのはどこの新聞ですかという話ですね。そういうこと、まさにそういうことですよね。はい、うん、黙ってたところがオタクの記者じゃないですかって話ですよね。朝日はい、さあじゃあちょっとここでですね、これちょっと30番のね、はい、この5番の方でいってみましょうか。はい、いってみたいと思います。はい、これではなくてですね、もう一つ先ですね。はい、はい、こちらです。支持率下落歯止めがかからず、各社世論調査10ポイント超減も、自民幹部、菅政権末期のよう、支持率が下がっている理由はという問いに対して 1.8 万票の回答があり、うんうん、まず内政の失敗を外交で埋められると考えているからが 2%、 続いて円安と物価高騰に対する無策が過ぎるからが 7%、 そして検討ばかりで何もしないからが 28%、 一番多かったのが備中外交ばかりでいつまでも林外務大臣を更迭しないからが 63% でトップでした。アンケート誘導してるよ、ね、これ文化人視聴者ならではな感じがします。もうどう考えてもこれ以外の選択肢もあるはずだと思うんですよね。考えてもね、最初から選択肢限定してるというですね、もう民主党政権 の、 あの政権かと思いましたが、感じが違うんですかね。菅と菅紛らわしいんですよね、これ。はいはいはい、それは漢字が間違ったわけじゃないんですよね、これね。菅さんのこと言ってるんですよね。いや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 、あの菅政権末期のようということですよね、これはね、明らかに。はい、菅の方か、菅、はい、あの菅政権、失礼しました、私が間違えました。はい、私が言うの間違えですか。いやいやいや、すみません、文化人放送局ではやっぱりあれですね、林さんは人気者なんですね。はい、毎回です、まあ、書くでしょ毎回。そうなんですよ、ね、なんか 100% 登場してますよね。そうですね、はい、あと売国のところで畑山さんが 100% 出てるんですよ。はい、もう固定ツイートみたいになってる。そうなんですよね。でも山口県の方も見てらっしゃると思うんですけどね。はい、さあこれなんですけど、まあ この選択肢だけってことはないと思うんですけども、これズバリどうですか、これ。あ、じゃあ矢野さん、どう思いますか。これ僕の感覚ですけど、うん、はいはい、やはり安倍さんがいなくなったことが大きいんじゃないかと思うんですよね。はいはい、それは安倍さんといういわゆる保守の、うん、大物っていうかですね、うんうん、人物がいて、岸田さんを、自民党総裁選で最後の段階では支持して、うん、まあ派閥的に言いますと岸田派、あと安倍派、うん、麻生派、その辺が中心となった政権の安定感があったわけですね。岸田さんがリベラルであっても、安倍さんがなんとか抑えてくれると、いざとなったらですね、はいはいはい、岸田さんがダメになったら安倍さんがもう一回登板してくれるっていう安心感があったと思うんですね。はいはい、あ、そうですね。ところが安倍さんがいなくなって、岸田さんが一人でですね、なんかいろんなことをやらなきゃいけなくなって、正直言ってちょっと今フラフラしてるように見えて、でそういう中でやってることが保守派からも嫌われ、うん、左派リベラルからも嫌われ、はい、で一挙に支持率が落ちたんだと思います。なるほどね。山下先生いかがですか。いや、もうおっしゃる通りだと思いますよ。やっぱり安倍さんの存在が、まあ、安心感を与えてたんでしょうね。うん、中尾先生いかがですか。右に同じですね。そうですか。スマンさんいかがですか。いや、ごめんなさい、今ねちょっとチャットでね、うん、山下さんに天聖人語でもやってほしいって抜けてしまって、ちょっとこれは報告しなければ。これは朝日復活のもう最後の最終兵器、ね、あのね、みんなで追い詰めたらいけないんですよ。一つの新聞とか媒体とか急須猫を噛むっていうでしょ。だから誰かはやっぱり援護する必要なんですよ。いや、でも山下先生の記事を載せ始めたっていうのはね、まさにそういう反応でね、あ、そうやってちょっとひよって、私の話はいいですよ、こっちでもこれ、あのこの中で、はい、出て選択肢に含まれてないんですが、実はね、もっと単純に、このやっぱ統一教会といろいろ絡んでたと、けしからんというのが原因でポイント減になってるってことはないですか。まあ、あの保守系陣営からすると多分林外務大臣、そう、間違いなくで、まあ、とまあのんぽり言ってたりしてですけど、あまり政治に興味のない方からすれば、うん、もう圧倒的に国葬儀問題と、うん、あとは統一教会問題でしょうね、うんうん、それで支持率が、うん、あの下がってるという、うん、だからやっぱり地上波ワイドショーの影響、うん、ということですね。影響だと思いますね。はい、はい
はい、ありがとうございます。はい、と時間になってしまいましたね。はい、はい、いろいろと予期せぬことも予期せぬ発言等もありましたのでね、まあ、山下先生がね天聖人語を執筆されるという、ね、はい、はい、嬉しいニュースがありました。はい、というわけでここでですね一般公開ライブの方は終了させていただきます。この後メンバー限定ライブの方でさらに掘り下げたお話をお届けいたします。そちらの方でお待ちしております。どうぞいらしてください。